今日めちゃめちゃ寒かったっすね。どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、12月26、27日に埼玉県川口市にあります熱帯クラブ東川口本店さんで開催されました熱帯フェスというイベントにね、これがですね、熱帯クラブさんとレプタルソラガラパゴスさんとオルザさんのね、このね、3つの店舗のね、合同コラボイベントということで、僕はね、ちょっとオルザさんの方とね、お手伝いで、日曜日の方だけね、1日だけ参加させていただいたんですけれども、はい、そちらでね、購入した商品、いただいた商品をね、紹介していこうと思います。それではご覧ください、どうぞ。いや、まず感想としてね、僕初めて熱帯クラブさんね、お邪魔させていただいたんですけれども、めちゃくちゃ綺麗な店舗でね、入ったらまずね、早速バーンとね、大きくペレットがね、何匹かいて、で、あとはね、デグーだったりとか、チンチラ、あとフクロモモンガとかね、ああいう小動物系がいたりとか、あとね、僕の方に行ったらね、爬虫類とか、両生類とかね、その他、あと虫とか、寄虫もいたのか、いろんなね、ジャンルの生き物がいて、あとは用品とかもね、揃っててね、めちゃくちゃね、素敵な店舗でした。じゃあそこでね、購入いただいた商品、早速紹介していきます。はい、まずね、はい、こちらですね。はい、こんばんは。はい、いつものですね、はい、札幌500をね、はい、今回1、2、はい、3本ね、はい、いただきました。あと別でね、はい、こちら、はい、もう結局ね、はい、ビール以外ではこれが一番好き、はい、男梅さんもね、はい、いただきました。急のね、参加だったにもかかわらずね、こういう風にね、差し入れ持ってきてくださるのめちゃくちゃありがたいです。で、あとはね、ジュースとかもいただいたんですけど、その辺はね、もうあのイベント中にね、全部飲まさせていただきました。で、あともう一つこちらですね、はい、このね、ミニオン型モンスターボールに入ってるやつ、これね、はい、ちっちゃい男の子がくれたんですけど、中にね、はい、こんな感じでね、これポケモンなんですよ。これインテレオンっていうね、はい、カメレオンをモチーフにしたね、ポケモンで、ちょっとね、僕正直ね、ポケモンはもうキンキン世代なんでね、250匹までしか知らないんで、ちょっとわかんないですわ、誰なんですかこいつ、ったらインテレオンですっていうのを教えてくれてね、あ、こいつエスパータイプやろって言ったらね、いや水タイプだよって言ってね、どれも外してね、はい、水タイプのね、インテレオンっていうね、カメレオン、こんな可愛らしいね、ミニオンボールに入れた状態でね、いただきました。ありがとうございます。今回いただき物はね、以上なので、早速ね、購入商品、はい、サクッとなんですけど紹介していきます。はい、今回ね、購入したのこちらですね。はい、いつものやつです。はい、今回もね、はい、1イベント1応援ということでね、はい、オリザさんの方でね、これもすごいブルーケットのやつね、はい、今回も購入させていただきました。はい、では続いてはこちらですね。はい、これね、ガラパゴスさんの方で販売している、これトゲオワガマのピンバッジなんですよ。これずっとね、ツイッターで見てて、欲しい欲しいと思ってね、イベントで買おうと思ってたんですけど、ちょっとね、タイミングが合わなくて、今回ね、あ、よっしゃ、今やと思ってね、はい、購入させていただいたんですけれども、はい、トーマストゲオワガマとね、こっち、オビトゲオワガマ、うちでも買ってるオビマルですね。オビマルのね、なんとしかもオレンジバンドじゃなくてね、あえてイエローバンデットにしてるっていうね、もうなんかね、本当にガラパゴスさんらしいマニアックなチョイスがね、めちゃくちゃツボなんで、こちら購入させていただきました。あとはね、裏側にこれなんか名刺になってるんですけど、はい、ここにね、キモい虫が、はい、これなんかカギムシですかね、はい、このキモいイラストのね、これ T シャツも販売しててね、僕もね、うちでトゲワガマの T シャツとね、ナマクワカメレオンの T シャツね、着用させていただいてるんで、詳しくはね、概要欄に載せておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、続いてがですね、次がね、これ購入品ラストなんですけど、これはね、はい、マジでおすすめ、はい、めちゃくちゃ気になってた商品ですね。はい、こちら、これね、モスバインっていうね、もう初めて見たんですけど、レプティーズっていうね、会社さんが作ってるモスバインっていうやつでね、ちょっとこれ開けてみましょうか。これツイッターでね、視聴者の方がその前日にね、これ購入してて、うわ、何それと思って、今まで俺が欲しいと思ってた、探し求めてたやつやと思って、絶対買おうと思ってね、はい、もう即決で購入してきたんですけど、これ中ね、こんな感じで、はい、こんな感じのね、まあ、要するにね、バインなんですよね、枝、はい、このレイアウト用の枝でね、これ質感がね、はい、こんな感じでね、リアルなんですよ、めちゃめちゃでね、この枝になってるんで、これそのまま木をね、切ったみたいなモチーフになってるんで、はい、葉っぱがついてたりね、あとはね、この微妙にね、ほら、このね、枝の細さが違うんですよ。こんな感じでここ太かったりするんですけど、でも他はね、こうやって細かったりで、あとちゃんとワイヤーが入ってるんでね、自在に形を、はい、変えれるというね。これカメレオンとかはね、結構その枝のね、好みとか、うん、全部均一にしちゃうとね、あんまり良くないらしいんでね、これなんてね、はい、こんな細いところ掴めたりね、はい、メインはこの太いところでバスキングしてもらえたりとかね、
うん、で針金で曲がるんでね、うん、セッティングもしやすいし、もうその素材感がリアルなんでね、でなおかつこれね、うん、これ水にもね強い耐水加工してるということなんで、カメレオンみたいにねミストとかガンガン使う生態、あとはねカエルとかにもね、これまあ箱にも書いてますけど、まあカエル、イグアナ、カメレオン、グリーンパイソンかとかにもね、いろんな用途で使える。これはマジでね、僕今までずっとバインはね、ジェックスさんのジャングルバイン使ってたんですけど、あれもね組み合わせていろいろね太さ変えれたりしていいんですけど、あれ最初はね結構黒いね、あの表面についてる粉がねポロポロ落ちるんですよ。だからね僕最初はね、もう使う前に一回ガーってね、ある程度その粉落としてから使ってたんで、それ掃除するっていうねちょっと謎の作業があったんですけど、これだったらねそんなねこのゴミ出ることもなくすぐ使えるんで、これマジでおすすめですね。こちらのモスバインはネットエクラブさんの方でね購入できますので、価格がですね税込2354円ですね。で販売してますので、気になった方ぜひね、イベントとかでもねネットエクラブさん出店されてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、はい、今回購入品は以上です。はい、今回ねちょっと生態のお迎えとかはなくてね、買ったものもね少ないんですけれども、はい、たくさんの方にね遊びに来ていただきまして本当にありがとうございました。このねモスバインの使用感とかはね、また動画や写真でねちょっとお伝えしていこうと思います。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。